公共曲第24番に蝶々冒険券 I-24 はフランツ・ヨーゼフ・ハイドンの公共曲1764年作曲初期の作品だが随所にハイドンらしい工夫がなされている第2楽章でフルートが活躍する公共曲第21番から24番までの4曲は実質原稿が残っていて1764年に 作曲されたことが判明している。いずれも4楽章形式で、うち23番と24番は、両端楽章が早い通常の形式になっている。エステルハージ家の副学長時代のハイドンの公共曲のうちには、独創楽器が競争曲的に活躍する楽章を含むものがいくつかあるが、この曲もそうした公共曲の一つである。 1761年から1765年9月まで、エステル・ハージ家の楽団には、フランツ・ジーグルというフルート奏者が雇われていた。この曲の第二楽章の競争曲的な部分も彼が演奏するために書かれた可能性が高いが、フルートは第二楽章と第三楽章のトリオにのみ出現し、同じ場所でオーボエは休みになっているため、オーボエ奏者がフルートを持ち帰っていたとも言う。 四四拍子、そなた形式。弦楽器の伴奏に、オーボエと、フォルンが、祝祭的な第一主題を提示し、開始される。それを全合奏で確保し、華やかに進行する。同じ恩恵で展開される展開部の終わりには、フェルマータの給付が書かれ、休止すると、第一主題が単調でしかも静かに再現されるなど、ドラマチックである。と長、長長、三四拍子、 二部形式。オーボエとホルンは休みで、弦楽器は伴奏に徹し、カンタービレと記された独奏フルートが終始旋律を吹く。カデンツブも用意され、明らかにフルート競争曲といえる形を備えている。オーボエの合の手のバックに弦楽器がピチカートを奏し、効果的である。トリオでは、フルートとホルンが主旋律をなぞる。四四拍子、そなた形式。 ピアニッシモの最弱音で開始されるなど、この時代にとって斬新であり、強弱の変化に富んでいる。ありがとうございます。